白書で、人に、意識地対艦誘導弾能力向上型の試作品を公開したという情報を入手しました。今回は、1年前倒し導入が決まっている人に、意識地対艦誘導弾能力向上型の性能について見ていきます。トマホークも1年前倒し、人に、意識地対艦誘導弾能力向上型も1年前倒し、イージス艦への装備改修工事も始まります。日本の反撃能力は1段階上がりましたね。中国経済もどん底へ向かいます。石破新政権は、短命なのかも、高市さんが、今人気って話です。防衛省が開発を進めている人に、意識地対艦誘導弾能力向上型ミサイルの試作品が、2024年7月12日に防衛省が発表した、2024年版、令和6年版の防衛白書の中で、10ページにわたって画像付きで紹介されました。防衛白書に掲載された画像を見ると、本体は、人に、意識地対艦誘導弾よりはるかに大きいだけでなく、形状もステルス性が向上されたと見られる形になっていますが、非常に大きくなったので、軍事専門家からは、能力向上型と呼ぶには、全く別物になったため、全く別のミサイルとして、新しい名称が付けられるのではないかという意見が出ているそうです。人に、意識地対艦誘導弾能力向上型については、7月10日の産経新聞に、空自部隊で開発情報漏洩。人に意識向上型か、ネット上に画像投稿、防衛省調査というタイトルで、航空自衛隊の装備品の、開発や試験を実施している飛行開発実験団で、開発中の長射程ミサイルの模型と見られる画像などの未公開情報が、SNS から外部に漏洩した疑いがあるとしてスクープされていました。画像には、尊色と赤色に塗装された人に意識地対艦誘導弾能力向上型とされているものが映っていますが、これが果たして今回防衛白書で公開されたものと同じであるかどうか、画像にモザイクがかけられているので判別はできません。なお、前述の産経新聞のスクープ以前に公開された防衛省、防衛装備庁、航空装備研究所の一般競争入札情報の海上警戒、監視作業、及び浮遊物等回収作業の中には、開発中の人に、意識地対艦誘導弾能力向上型の初中機弾の性能確認試験、第一次発射試験に関する情報が掲載されています。その中に、人に、意識地対艦誘導弾能力向上型の概要図が掲載されていて、防衛白書のものと同じということです。ここで誘発中機弾の性能確認試験とは、発射直後から飛翔中の誘導のことを示しているとみられ、第一次発射実験は、ターゲットへの命中を期待するものではなく、そこまで確実に誘導されるかどうかを確認するための試験で、2024年9月27日から11月10日の予定とみられます。防衛白書の概要図は、ブースターが装着されていますが、画像はブースターが外され、室内でクレーンに吊り下げられている状態で撮影されています。人に、意識地対艦誘導弾は、その名の通り地上発射型ミサイルですが、能力向上型も、地上発射型の地対艦ミサイルが基本形ではありますが、護衛艦に搭載される艦艇発射型や潜水艦から発射できる水中発射型、ブースターが装着されず、F2 戦闘機やイギリス・イタリアとの共同で開発が進められている次期戦闘機などから発射できる空中発射型などの開発も進められているそうです。この中で、空中発射型はブースター装着はしないものの、搭載した航空機が高高度で発射するので、最大射程距離を稼ぐことができると推測されています。陸上自衛隊に配備されている人に、意識地対艦誘導弾は射程が 200km です。となると、日本に攻め寄せてくる敵艦隊の接近を許してしまうかもしれません。特に、近年大型の正規空母を次々に就役させている中国艦隊が、もし、尖閣諸島、あるいは南西諸島を占領しようと接近したと仮定しても、人に、意識地対艦誘導弾の射程に入る前に、相手の艦載機から攻撃される可能性があると見られます。
2018年12月18日の閣議で、防衛計画の大綱、30大綱及び31中期防で、スタンドオフミサイルの導入を決定しました。まずは、外国製の長距離ミサイル JSM、JASM、LULACM 導入と配備を進めながら、並行して国内での研究開発も推進する方針を決めたのです。しかし、どちらも外国製機材の不足や回収経費の高騰があり、計画通りに購入が進められない状態でした。外国製スタンドオフミサイルの導入遅延の他にも問題がありました。イージス・アショアの配備中止問題に対処するため、2020年12月18日の閣議で、新たなミサイル防衛システムの整備とスタンドオフ防衛能力の強化を決定しましたが、閣議決定の中に、多様なプラットフォームからの運用を前提とした人に、意識地対艦誘導弾能力向上型の開発を盛り込んだのです。何でもかんでも、ここぞとばかり混ぜ込んでいるような気もしますが。防衛省は、人に意識地対艦誘導弾を改良し、射程を 900km まで伸ばし、最終的には 1500km まで延伸させる方針を打ち出しました。人に、意識地対艦誘導弾能力向上型には、海上自衛隊の超音速空対艦誘導弾 ASM3 と、現在防衛省で研究開発中の当初防衛用新対艦誘導弾の成果などを盛り込み、長射程化のための大型主力の展開技術とジェットエンジンの作動領域を拡大、発射プラットフォームを多様化するため、地上の移動発射台、海上の艦船、航空機からの発射が可能な開発を進め、衛星 GPS を利用した誘導システムや敵のレーダーから逃れるステルス性能向上も図り、開発費総額1000億円を計上する計画とされています。中国は、ここ数年間で、強大な海軍を作り上げ、南西諸島などに、次第に軍事的圧力を強めている事実に対し、日本は、中国艦隊への抑止力として、南西諸島各島への人に、意識地対艦誘導弾の配備を進めつつあります。しかし、小さな島にミサイル発射機を配備するには問題があります。一番は、狭い島の中では、発射機を隠す場所がほとんどないので、先制攻撃を受け壊滅させられる恐れがあることです。具体的には、石垣島と宮古島に配備されている人に意識地対艦誘導弾ですが、配備場所などを簡単に把握され、簡単に撃破されてしまう可能性が指摘されていました。人に、意識地対艦誘導弾能力向上型の射程が延伸されれば、発射装置を隠蔽可能な山岳地帯のある沖縄本島に配備して、中国海軍の空母艦載機の行動可能半径の外側からアウトレンジ攻撃可能となり、発射装置を固定化しないで山中を移動させつつ発見されることを防ぎながら、ミサイルを連続発射可能となるばかりか、沖縄本島の航空自衛隊那覇基地やアメリカ空軍嘉手納基地に配備されている地対空ミサイルの傘下に入り、敵ミサイルから防御できることも大きいメリットになると言われています。今後、人に意識地対艦誘導弾能力向上型の射程が 1500km まで延伸すれば、沖縄本島のみならず、九州からも、西南諸島が飛行距離内に収まるため発射可能となり、中国海軍への抑止力がかなり高まると見られるのです。2022年12月16日、閣議決定した防衛力整備計画で、陸上自衛隊は、人に意識地対艦誘導弾能力向上型を装備した地対艦ミサイル部隊を保持することとし、海上自衛隊はイージス護衛艦などに人に意識地対艦誘導弾能力向上型の艦船発射型ミサイルを搭載する水中優勢獲得のための強化策として VLS から発射可能な垂直発射型も開発し、新たに垂直ミサイル発射システム VLS を搭載する通常動力型潜水艦を開発することを掲げています。さらに、航空自衛隊のスタンドオフ防衛能力の強化のため、F2 戦闘機2個飛行隊に、人に意識地対艦誘導弾能力向上型空中発射型を搭載し、発射能力を付与するための改修を行い、
2035年から収益予定とされている次期戦闘機への搭載も可能とすることなど盛りだくさんな内容が明らかになりました。2023年4月11日、防衛省が人に意識地対艦誘導弾能力向上型の量産及び艦艇発射型と空中発射型の開発継続、潜水艦発射型誘導弾の開発について三菱重工業との契約成立を発表し、2025年度、令和7年度からの配備を目指すことになったようです。随分たくさんの計画を立てたようですが、果たして予算は大丈夫なんでしょうかね。国民の財布は、分福茶釜のように、いつまでも湧いてくるものではないということ、政治家はわかっているんでしょうか。開発中のこのミサイルに関する未公開情報が、SNS を通じて漏洩した疑いが報じられ、防衛省が調査を行っていることも明らかになりました。この新型ミサイルは、航空自衛隊での開発が進められており、地上発射型の基本型から、さらに多様な発射プラットフォームに対応するための改良が加えられています。これには、護衛艦や潜水艦から発射できる型、さらには航空機から発射する空中発射型などが含まれ、特に空中発射型は、高高度からの発射が可能で、最大射程距離を稼ぐことができると推測されています。これらのミサイルの射程延伸は、中国海軍への抑止力として、重要な役割を果たすことが期待されています。